世界各国で偽のニュースサイトが発見されてます。発信先は中国参戦、世論戦、心理戦、法律戦を展開。年間数10億ドルを投入、なぜ世界を敵に情報戦を。米国務省は中国が世界中で偽情報や検閲などの手段を駆使した情報戦を展開していると指摘しています。中国共産党は有利な情報操作を目的として年間数10億ドルを投入しています。具体的には中国は以下の分野で情報戦を展開しています。台湾、中国の不利な情報を抑え込むために偽情報を流しています。人権問題、人権問題に関する情報を操作しています。南シナ海、中国の立場を強調するために情報操作を行っています。経済に関する情報をコントロールしています。中国は特にアフリカ、アジア、ラテン、アメリカで力を入れており、情報戦において人工知能、AI、を活用しています。米国務省は28日、中国の情報戦に関する報告書を初めて発表した。中国が世界中で偽情報や検閲などの手段を駆使した情報戦を展開し、自国や中国共産党にとって有利な情報操作をしていると指摘し、強い警戒感を示した。報告書によると、中国は情報操作のために年間数10億ドルを投入し、台湾、人権問題、南シナ海、経済などの分野で自国に不利な情報を抑え込むために偽情報を流すなどの情報戦を展開している。特にアフリカ、アジア、ラテン、アメリカで力を入れているという。SNS での検閲も強化し、ウイシン、WeChat を議論の監視に利用していると指摘。動画共有アプリ TikTok、TikTok を運営する中国のバイトダンスは、中国に批判的な人の使用を制限しているとの見方を示した。報告書は人工知能、AI の発展は情報戦において中国に有利に働くと分析している。情報戦で中国とロシアとは協力関係にあり、ウクライナ侵略を正当化するロシアの一方的な主張を中国国営メディアが拡散する一方、台湾問題をめぐってはロシアが中国の宣伝活動を後押ししているという。偽情報などを使って他国の政治や社会を揺さぶる情報戦は安全保障上も脅威となっている。中国は2000年第2入り参戦、世論戦、心理戦、法律戦を重視し、情報戦を活発化させている。中国企業が世界30カ国で成りすましサイトを運営、親中反米フェイクニュースをばらまいていた。中国のある PR 会社が100以上のサイトを現地メディアと偽り、欧州、アジア、南米など各国で中国を称賛し、米国を非難するフェイクニュースをばらまいていることが分かった。ハイマイは各国に現地メディアを装った偽ニュースサイトを開設し、中国国営メディアが配布した宣伝用資料などを広める手口を使っているという。シチズンラボが指摘した。シチズンラボはその一つの事例としてローマジャーナルというサイトを紹介した。ローマジャーナルはサイトの最初の画面にイタリア首相の政治的展望、北イタリアの熱気球大会出版に関するヘッドラインニュースなどを伝えており、一見するとイタリアの地元メディアのようにま見える。ところがホームページのプレスリリースをクリックすると、世界経済の回復に対する中国の貢献や中国による技術革新の推進など中国国営メディアが報じた記事が紹介されている。シチズンラボの研究員は、この種のウェブサイトは今のところ現地でさほど知られているわけではないとしながらも、同じようなサイトは急速に増えており、現地のネット情報なども伝えているため、知らない間に広がる恐れがあると懸念を示した。一方で中国は一連の疑惑への関与を否定している。中米中国大使館は、中国に好意的な内容はフェイクニュースと決めつけ、範疇であれば正しい情報と主張するのは典型的な偏見であり、ダブルスタンダードだとシチズンラボにコメントした。またこの問題でハイマイは一切反応を示していない。シチズンラボはハイマイのウェブサイトに掲載されているアドレスにメールを送り、電話もかけたが回答は得られなかったという。ハイマイについては昨年11月に韓国の情報機関である国家情報院も偽サイトを次々と立ち上げる会社と指摘した。国家情報院が当時発表した内容によると、ハイマイが運営している韓国の偽メディアサイトは18あり、その名称やドメインを実際に存在する地域メディアとよく似たものとする手口で、出どころがわからない親中反米のニュースを広めたという。さらに韓国メディアの記事を無断で掲載し、韓国デジタルニュース協会の会員企業であるかのように装っていた。
偽情報を使って他国の政治や社会を揺さぶる情報戦は安全保障上も脅威となっていることに注意してください。中国は参戦、世論戦、心理戦、法律戦を重視し情報戦を活発化させています。1。カナダのトロント大学の研究機関シチズンラボによる報告書によれば、中国は世界中で偽情報サイトを運営しており、その数は少なくとも123に上ります。これらの偽情報サイトは現地のメディアを装い各国の地元メディアの記事やニュースリリースを無断転載しています。さらに中国の国営メディアが配布した宣伝用資料などを紛れ込ませていることも判明しています。日本でも自治体を装って、中国企業が世界各地でなりすましサイト親中反米ニュースを拡散。要注意、かつて使用していた自治体のドメインがオークションサイトを通じて流出悪用されているケースも。偽情報の発信元は中国不可視に籍を置く PR 会社ハイマイであることが特定されています。これらの偽情報サイトは2020年春に最初に開設され、日本を含む約30カ国で展開されています。日本では9つの偽サイトが確認されており、その中には藤山タイムスコムも含まれています。韓国の中央日報、2月9日付によれば、2023年11月に韓国の情報機関である国家情報院もハイマイを偽サイトを次々と立ち上げる会社だと指摘。ハイマイが運営する韓国の偽メディアは18、23年11月現在、ありその名称やドメインが実際に存在する地域メディアとよく似たものを使用して、韓国デジタルニュース協会の会員企業であるかのように装い、出所不明の親中反米ニュースを広め、韓国メディアの記事を無断転載していたと発表した。シチズンラボの報告書には具体的なドメイン名が公表されている。日本のメディアを装う15の偽情報サイトとは次のものである。ディプレセスカム、藤山タイムスコム、福井トデイコム、福岡県コム、神社大イコム、ホッケミドトレコム、神奈川県コム、明治村コム、日本大イコム、日コニュースコム、埼玉県コム、仙台新聞コム、徳島県コム、トキョブイダーコム、ヤマトコアコム。一見して日本を想起させる藤山、銀座、東京、ヤマトなどのほか、福井デイリー、福岡県、北海道、神奈川県、明治村、日本デイリー、日光ニュース、埼玉県、仙台新聞、徳島県など地方自治体や公共団体と誤解しそうなドメインが並んでいる。なぜ地方自治体や公共団体に似せたドメインが多いのか。一つには使用済みのドメインが情報資産としての価値を持ち、広く売買されるドメインマーケットが過熱しているためである。通常ドメインは執行後オークションに出品することができ、第三者が落札できる仕組みになっている。とりわけ大企業や金融機関、地方自治体のドメインなど公共性の高いものは信用力が大きく、執行後も検索エンジンに評価情報が残ることでアクセス数が期待されるためにオークションでの販売価格が高騰する。価格は安いものでは数百円から数千円、数万円程度だが、天井知らずで世界で最も高いものでは40億円以上で取引された例もある。そのため悪用されるリスクが高まる。購入した悪意の第三者がドメインを利用して本来のサイトと酷似したデザインのサイトを作成し、個人情報や金融情報を取得するフィッシングのほか、別のサイトにリダイレクトして利用者を誘導するよう操作する危険性もある。責任あるドメインオークションでは、悪用が発覚した場合、紛争解決のための法的手続きを取ったり、被害を最小限に抑える対策を講じているが、予防措置は整備されておらず、デジタル時代の急激な変化に追いついていないのが現状だ。2月13日、島根県で新たに3つのドメインが流出したことが判明した。NHK 報道。島根県が2023年10月まで全国植樹祭りの告知などに使っていた3つのドメインが執行後オークションで売買され、第三者の手に渡っていたことが分かったのだ。3つのドメインは、島根県新型コロナ対策認証店認証制度スモール B プログラミング甲子園開催事業、島根ものづくり人材育成支援ナビで、これらのサイトにアクセスすると県とは無関係のサイトが表示されるという。島根県は悪用されることが懸念されるとして注意喚起を呼びかけている。この3つのドメインが政治的に悪用されているかどうかは不明だが、冒頭に挙げたシチズンラボの報告書では、デジタル分野での影響力拡大で中国政府が民間企業を利用する傾向があることが裏付けられたと指摘していることから、今後ますます警戒が必要になってくるだろう。中国の偽情報サイトは今のところ目立った存在ではない。
しかし日本語など現地の言語で発信されていることから利用者が不用意に拡散する可能性があり、知らず知らずのうちに中国流の勝ち身に洗脳されてしまう危険性もある。時事通信によれば在米中国大使館の報道官はロイター通信に対し、親中的な情報は偽情報、反中的な情報を真実と主張するのは偏見の最たるものだとコメントしたという。確かに親中情報が全て偽物とは限らない。だが最大の問題点は他国の現地メディアの信用力を隠れ蓑にして密かに中国の公式見解を紛れ込ませようとする姑息な手段を使っていることである。ひょっとして中国は狼少年だと自覚していて、たまに本当のことを言っても信用されないので他国の信用力を頼っているのだろうか。シチズンラボは7日、以下現地時間。に報告書を公表し、その中で中国系メディアが運営する100社以上の偽サイトが全世界30カ国に親中反米のニュースをばらまいていると指摘した。ロイター通信などが8日に報じた。シチズンラボはネットワーク上を追跡し、中国の深圳に拠点を置く PR 会社ハイマイがこれら偽メディアの運営に関わっていることを突き止めたという。ハイマイは各国に現地メディアを装った偽ニュースサイトを開設し、中国国営メディアが配布した宣伝用資料などを広める手口を使っているという。シチズンラボが指摘した。シチズンラボはその一つの事例としてローマジャーナルというサイトを紹介した。ローマジャーナルはサイトの最初の画面にイタリア首相の政治的展望、北イタリアの熱気球大会出版に関するヘッドラインニュースなどを伝えており、一見するとイタリアの地元メディアのようにま見える。ところがホームページのプレスリリースをクリックすると、世界経済の回復に対する中国の貢献や中国による技術革新の推進など中国国営メディアが報じた記事が紹介されている。シチズンラボの研究員はこの種のウェブサイトは今のところ現地でさほど知られているわけではないとしながらも、同じようなサイトは急速に増えており、現地のネット情報なども伝えているため知らない間に広がる恐れがあると懸念を示した。一方で中国は一連の疑惑への関与を否定している。中米中国大使館は中国に好意的な内容はフェイクニュースと決めつけ、反中であれば正しい情報と主張するのは典型的な偏見であり、ダブルスタンダードだとシチズンラボにコメントした。またこの問題でハイマイは一切反応を示していない。シチズンラボはハイマイのウェブサイトに掲載されているアドレスにメールを送り、電話もかけたが回答は得られなかったという。ハイマイについては昨年11月に韓国の情報機関である国家情報院も偽サイトを次々と立ち上げる会社と指摘した。国家情報院が当時発表した内容によると、ハイマイが運営している韓国の偽メディアサイトは18あり、その名称やドメインを実際に存在する地域メディアとよく似たものとする手口で、出どころがわからない親中反米のニュースを広めたという。さらに韓国メディアの記事を無断で掲載し、韓国デジタルニュース協会の会員企業であるかのように装っていた。中国の偽情報サイトは様々なテーマで虚偽の情報を発信しています。以下にいくつかの例を示します。政治的な陰謀論。偽情報サイトは政治的な事件やリーダーに対する陰謀論を広めています。これには他国の指導者や国際的な組織に対する陰謀論も含まれます。例えば COVID-19 パンデミックについての陰謀論や他国の選挙に対する虚偽の主張があります。健康と医療に関する虚偽の情報。偽情報サイトは健康や医療に関する虚偽の情報を広めています。これには偽薬や健康製品の宣伝、ワクチンに対する誤った主張も含まれます。例えばがん治療の偽薬や COVID-19 ワクチンに対する誤った情報が広まっています。社会問題に対する誤情報。偽情報サイトは社会的な問題に対する虚偽の情報を拡散しています。これには人種差別、性差別、宗教的な偏見などが含まれます。例えば特定の宗教や民族に対する誤った主張や社会的な不平等についての虚偽の報道があります。偽情報サイトの国別内訳は以下の通りです。韓国、17サイト。日本、15サイト。ロシア、15サイト。イギリス、11サイト。フランス、10サイト。ブラジル、7サイト。トルコ、6サイト。イタリア、6サイト。スペイン、5サイト。
その他の国々にも各々にサイトずつ存在しています。これらの偽情報サイトは地域のメディアリテラシーを向上させるために注意深く対処する必要があります。さらに偽ニュースサイトを見分けるためにいくつかのポイントがあります。以下は注意すべき要点です。信頼性の評価。ウェブサイトのドメインを調査し信頼性のある出典からの情報を提供しているかどうかを確認します。信頼性のあるメディアや公共機関のウェブサイトは偽情報を拡散する可能性が低いです。ウェブサイトの About US またはコンタクトページをチェックして運営者の情報や目的を確認します。記事の品質。記事の文法やスペルミス不自然な表現をチェックします。偽ニュースはしばしば誤った情報や奇妙な表現を含んでいます。記事が感情的な言葉遣いや誇張を多用している場合注意が必要です。ソースの確認。記事内で引用されている情報のソースを確認します。信頼性のある情報源からの引用であるかどうかを調査します。ウェブサイトが匿名の情報源を引用している場合その信頼性に疑問を持つべきです。感情的な反応を避ける。偽ニュースはしばしば感情を刺激する情報を含んでいます。記事が怒りや恐怖を煽るような内容であれば慎重に検討する必要があります。ファクトチェックサイトの利用。ファクトチェックサイト、レースのペスファクチェックオポイチファクトを活用して特定の情報が真実かどうかを確認します。偽ニュースを見分ける際には慎重に情報を評価し信頼性のある情報源を選択することが重要です。